機バージョンで、この場合はもうスピード重視なんで、刃入れすぎても問題ない。こうクリクリって抜けるんで。みんな現場ではもっと早いですから。多分さっきよりかは細かくねじれてると思うんですけど、でテープ巻くときもこの両手でこことここ小指と人差し指どっちでもいいんですけど、うんうんうん、こう持ってあげるとここがフリーになるんで、この3本がの時に、まあ、僕も根元から巻くタイプです。先っちょからかよくってあげる感じでこう引っ張りながらですね、あこことここを引っ張りながらストレートにした状態で、そうですね、ガチガチ締めすんねんな、うん、えテープ絞りながら、そうですね、テープはビタビタいくっす、まあ、本来ここまでいくんですけど、ここまでは飛ばして、こういう出っ張りがあるところはできるだけ力強く締めてあげて、これで入ると思います。はい、ありがとうございます。恥ずかしい。じゃあ2期バージョンで、2期バージョン、まあ、この場合はもうスピード重視なんで僕もカッターできます。まあ100ぐらいかな、もう別に刃入れすぎても問題ないんで、はい、でまあこうクリクリって抜けるんで、抜けんかった結構硬いですね。みんな現場ではもっと早いですからいやほんまに結構硬い、抜けへんわ、抜けへんわ、おかんも硬い、悪子硬いですね。まあ、こういう想定外なことを起きた時の手早さも大事ですよね、うんうんうん、あれ思ったのと違うってなってから早いです、ね、でまあ紙取ってあげて、まあこれも肘と一緒で僕も一緒に切るですね、スチールの時は、うんうんうん、ですね、ここの切れさはもう、まあ、どうでもいいんで、そうやね、でなんか赤が強いらしいんですけどどこ情報なんかな、僕はでも赤とか緑アース使う線を選んでありますね。で向くのも一緒ですね、ここ合わせて、2本いこうかな、2本巻きちょっと強い目で結構やってみようか、してみようか、これ歯を動かしたら足切れるんで電線引っ張り目です、これで、まあちょっと硬い配管想定して、はい、頭持ってあげて、よりほどいてあげて、で、まあ、赤メインでいこうかな、ここは片っぽだけですね、でこれぐらいで持ってあげて、でこいつをこう巻いていく、こっちに、でなんていうんだ、スチールのこっちに戻す方に、これ逆にすると引っかかるかなと思う、はい、この音と一緒、そうそう、でここ CV よりも本体も太くなれへんかったらいいかなと思うんで、あんまり気にせんでいいと思う、ちょっと締めてあげてペンチして、これで、あ、こいつ切ってないな、切ってで、テープですけど、ここも全部巻かないです。ここからいきます。で、頭から下ろしてあげる。よいしょ。こんな感じで。はい、で、入線終わった時に、これ見えてたら、どうですか？ここ片っぽ切ったらすぐ取れるでしょ。こうやって取ったら、両方切るとこれゴミ出るんで、これでいけるんで、あの新人さんとかこう行っちゃう人がおるからだからちょい残しでやってあげるとすぐ取りやすいっていうとこまで考えてやってます、はい、テープどっちがいいんかな、こうの方が下からの方がほんまは良かったり
って言われたことあるんですけど、これぐらいのサイズは金銭って言ってます。こっちの方がこう入っていくんで、かかりが分かりますより、まあ、このぐらいだと決めせんでいいと思うんですけど、こう重なっていくんでこう入りやすいみたいな、まあ、ちょっとの差なんですけど、太い線入れる時とかに言われたことあるんですね、逆やって言われて、エアコンのテープマークやったら、ね、そうですね、上から水が入る、まあまあこれぐらいだったら気にしなくていいと思います。俺マスターミキと一緒やからな、簡易バージョンでいいか、簡易バージョン、僕はさっきやってたマスターミキと全く一緒なんで、ちょっとあの簡易バージョンでいきます。時短バージョン、時短バージョン、適当に抜きます。エコ硬いです、エコ硬いね一緒のことになったちょうどね、C ベース抜けますもんね、そうやったら落ち着いて、トラブルがあっても落ち着いて、ここで焦ったらカッターナイフで手を切ったりで、僕も一緒です。もうこれ、別に汽車なくても電線の入線には関係ないんで適当に切ります。で、さっきみんながやってくれたのは体感が複雑やとかいうことなんですけど、僕のは、まあ、2ノーマルぐらいまでやったらいけると思います。もう皮も剥かないです。で、ここをまっすぐにして、こう巻いて、ここがね、引っかかるんで、もう正直余裕があれば、配管が余裕だったら僕はテープも巻かないですでもまあちょっと心配やったらテープ巻いてもええのかなと思います。一応僕がいつも気にしてるのは、この電線より太くなったらそもそもの意味がないんで、ここをちょっとね、最後に絞ってあげたり、まあ、先に絞ってもいいんですけど、だったら理論的には通ると思ってます。まあ、一応通ってるんで、こんな感じです。ということで今日はスチールにつける講座でした。まあこういう結構基本的なことなんですけど、まあ、新人さんのフォロー、結構先輩のやっぱ見てるだけではね、わからなかったりするんで、教えてもらうことでもないですね、うん、それ教えてくださいって言っても、そんなに忙しいからって多分跳ね飛ばされたりするし、まあ僕らの今やったやつが全部正解かというと、いろんなやり方まだ多分僕らが知らんだけでいっぱいあるんで、まあ、これを見て参考にしてもらってもいいし、まあ、僕らのを応用して他のやり方とか、あとはね、凄腕の人のをこうやっぱり見て盗むとか、ちょっと休憩時間にね声かけて、ちょっと教えてもらえませんかとかいう風にして、自分のベストを探して出していくのが一番と思います。ってことで、最近動画ちょっと減っていってるんですけど、これからもこういう技術的なノウハウ動画、新人さんに役に立つっていうのが僕のモットーなんで、これからもみんなで頑張っていきますんで、応援お願いします。あっしゃ、とりあえず面白くしたいです。元気やろう。